3、2、1、0。7月の4日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます。店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でー切る。7月の4日、今日は梨の日。今日の晩ご飯のフルーツは梨ですかって聞くと、梨は梨と言われてしまった。梨だけに悲しい。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。出産うち祝いのご注文多数。出産うち祝いはお任せください。今日は海鮮丼ぶり塩昆布仕上げです。海鮮丼ぶりに塩昆布をのせてしばらく経つと、昆布の風味が刺身の部分にぐっと染みて、一味二味素晴らしく美味しくなります。どうかお試しあれ。店長まっちゃん、仕事が乗ってくると髪が降りてきたってまた言ってる。髪も降りてきたらいいのにね。